はいどうもお疲れ様です。 TI クランのルーでございます。いや、エイペックスで起きてはいけないことが起きてしまいました。いや、エイペックスでというレベルではありません。 e スポーツという大きな括りで最も起きてはいけないことが起きたと言ってもいいでしょう。間違いなく今回の事件は e スポーツの黒歴史として刻まれると思います。FPS の大会でチートの使用が発覚するという事件は珍しくはありません。例えば、バロラントの公式大会、バロラントゲームチャレンジというアメリカの大会が、去年あったんですけれども、アマチュアチームのヌートヌートですかねというチームが不正検知 で大会中に失格になるというね、そういう事件がありました。また2018年にもオプティックゲーミングが所有していたインドの CSGO のチーム CSGO オプティックインディアかな、フォーセイクンというプレイヤーがエクストリームスランドゾーイアジア CSGO2018 というオフライン大会でチートの使用が発覚しまして、このプレイヤーも、昔から常習的にチートツールを使っていることが明らかになりまして、5年間 CSGO の大会に出禁となりました。オフラインの大会でチートを使用するということは、例えば USB などで大会のパソコンにチートツールをインストールして使ってるわけですよ。だからオフラインといっても安全というわけではないんですね。他にも PUBG や様々な FPS タイトルで大会でプロがチートを使用なんて事件はたくさんありました。しかし今回の APEX の事件はそんなレベルを簡単に超える事件なんですよ。何があったかと言いますと、 APEX には APEX レジェンズグローバルシリーズ、通称 ALGS という EA の公式大会があります。これは配信者たちが参加するなんとかカップといったカジュアル大会ではなく、ガチの公式大会です。この大会は様々な予選を勝ち抜いてプロリーグに進出したチームがアジア部門、アメリカ部門、ヨーロッパ、アフリカ部門とそれぞれの地域で1ヶ月にわたるプロリーグを必死に戦って、その地域の代表となって最後世界大会で戦うという賞金総額500万ドル、まあ約7億5000万円の APEX で一番大きな大会です。この事件は北アメリカの代表を選ぶ ALGSNA リージョンファイナルで起きました。こちらの画面をご覧ください。はい、He's in the corner still. I killed one! Here! He's down here? But I killed right here! Blue! What flesh? Where? Like blue here! On my ping! I knocked him there! Yep. I fucking turned it. Wait, what the what the fuck? Don't worry about it. Don't worry I'm getting hacked! It. I'm getting hacked! But I know, sure. Can you play the game? Bro, I'm getting hacked! I know, but can you play? Can you play? Yeah, but it's cheating! The fuck? I know. And what? Like what? No, but is it fucking up your game? Yes, I can see everyone! Like, I'm. You need to leave. I didn't leave the game, right? Yeah, yeah, I'm leaving. It's like, what the f- Admin's down. Nick, admin's down. But, I left. Like. Admin's down. Restart your game, rejoin. Oh no, you left the match. Did you close your game or leave the match? I left. Jen. I had to leave. Did you leave the match? I have to, yes, yeah, I have to, yes. I have to leave. I left. Like, bro. Man. Yep. They're shooting bridge. They're pushing. Come take the building. Come in. Okay. Can we shoot height? Yeah. Shoot now. I'm cheating. I'm fucking shit. I have aimbot. Oh no. You gotta leave the game, bro. You gotta leave the game. The door's blocked. Tick. Break it. I have aimbot right now. I literally have aimbot. Leave the game. What if I just don't shoot? So, Raven, tell them I have aimbot right now. Okay, wait, no, I'm back. I'm cheating. No, I'm... I can't shoot. I literally cannot shoot. Here. They stopped it? Holy. It's just shocked now. Hi. 被害に遭った選手はたくさんいるんですが、今回はダークゼロのジェンバーテン選手と TSM のインペリアルハル選手のクリップを流しました。これクリップパッと見ただけだと、え？大会中にチート使ったん？と思うかもしれませんが、違います。もっと恐ろしいことが起きています。これ公式大会中にチーターにチートを付与されてます。え？どういうことか。これ大会中に同じマッチの複数の選手が同時多発的にハッキング、パソコンにハッキングを受けてチートを強制的に使わされているんです。
いやマジでふざけんなこれ。今までランクでチートにあって、まあ、ボコボコにされてもまあチーターを打つとあしらう程度でしたよ、まあ、今回ばっかりはマジでやばい。神聖な e スポーツの舞台を汚すな。さすがにこれは大会どころではないということでリージョンファイナルは延期する流れとなったというのが今回の事件です。そして今回のハッキングでインペリアルハル選手がチート仕様でバンされちゃったんですよね。これ被害者なのに。よくランクで会うチーターはチートを使って手っ取り早くプレデターに行ってアカウントを売る、あるいはブースティングをしてあげることで金銭をもらうというね、チートを使う明確な理由がありましたが、今回のハッキングってこれガチのただの愉快犯じゃないですか。まあ、さながらオリンピックに爆破予告をするようなもんで到底ね許される行為じゃないんですよ。私が所属するチーム TIE も年末にプロチーム部門、APEX のプロチーム部門が発足しまして、TI もね、必死にプロリーグを戦ってきました。今回の事件は、そんな彼らすら被害者になり得るということなんですよね。さすがにちょっと頭にきましたね。じゃあここからは、事件が起こった原因や今後の対策などを確認していきましょう。アンチチートポリスデパートメントというね、チートやハッキング、不正行為などの情報を提供しているアカウントが、今回の件について解説していたので、読み上げます。現在、APEX Legends で、RC エクスプロイトが悪用されています。それがゲームからのものなのか、それとも実際のアンチチート、まあ、これは Easy アンチチートですね、からのものかは不明です。EAC Easy アンチチートがこの問題を修正するか、もしくは公式で声明、するまでは、EAC によって保護されているゲームや EA タイトルをプレイしないことをお勧めします。現在 RC は、ストリーマーマシンにチートを注入するために悪用されています。これはランサムソフトウェアをインストールして PC 全体をロックするなどあらゆることを実行できる機能を持っていることを意味します。まあ、ここで言ってる RCE っていうのは、リモートコードエグゼクションの略で、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと外部からリモートで何かコードを実行するというものですね。これ要するに今回動画タイトルね、なんか強制的にチートを使わせるチートが APEX で登場したっていう話じゃ済まない可能性があるということなんですよ。もっと抗議な話なんですね。これ要するにApex もしくは EG アンチチートに他人のパソコンで何か実行できる、 RC で何かを実行できる脆弱性があるかもしれないっていう話なんですよ。今回は選手のパソコンを乗っ取ってチートをインストールするという事件でしたけど、やりようによってはパスワードを盗んだり、クレジットカード情報を盗んだり、ウェブカメラにハッキングしたりと、あらゆる操作が可能かもしれないということなんです。つまり、ゲームのチートどころの騒ぎじゃないんですよ。だからこれが APEX 固有の問題なのか、EG アンチチートの問題なのかをはっきりする必要があるんです。もし EG アンチチートの問題だとすれば、APEX だけじゃなくて、フォートナイトとか、デトバとか、ラスト、バトルフィールド2042と様々なゲームでリスクが存在することになります。ということで皆さん、EG アンチチートやリスポーン公式、EA 公式などのアカウントをきちんと確認して、声明を待ちましょう。この脆弱性ね、あくまで APEX のコードしか実行できないものであれば、まだ傷は浅いと思うんですよ。例えばこう、今回の事件みたいに、他人のパソコンでチートを実行する、他人のパソコンでウォールハック、他人のパソコンで、エイムボットとか、他人の APEX の操作を乗っ取るぐらいやったら、まあまだ傷は浅いんですよ。まあ確かに公式大会は延期しちゃったけど、言うても傷は浅い。これがもしパソコン全体を乗っ取ったりできるってなったら結構話変わってくるでしょ。で、今んとこ多分やけど APEX 内のコードしか実行できないとは思うんですよ。もしパソコン全てのコードを実行できるリモートコントロールできる脆弱性やったら、インペリアルハルの銀行口座や Twitch アカウントはもう取られてるわけですよ。今んとこそれは聞いてないんで、あくまで APEX で他人のパソコンでいたずらできるぐらいなのかなとは思っているんですが、これも全然正確な情報ではないんで、あくまで試験なんで、正しい情報は皆さんきちんとね自分から取りに行くようにしてください。で、今特に危ないのが、その日本人も含めて同時期に ALGS に参加した選手ですね。こちらもね、パソコンにマルウェアなどが入っていないかチェックしましょう。で、追加で何か情報が入りましたらね、コメント欄に記載させていただきます。リスナーの皆さんも何か、今回の事件で、新しい情報がありましたらコメントでどんどん書いていただければと思います。で、今回の事件は新聞やテレビのニュースに載っても不思議じゃないくらいやばい話なんで、注意深くね情報を取るように皆さんに留意お願いします。
今回の動画役に立ったという方はね、高評価よろしくお願いします。で、また、たくさん情報が出てきて、Apex プレイする分には大丈夫だよとかね、もしくはこの脆弱性は修正されたよっていう話が出ましたら、このチャンネルでまたね、動画にさせてもらいますので、チャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。